はい、ボンシュー。さあ、今日何をしたいかと言いますと、ですね、実験というか飲み物を作りたいと思うんですけども、どんな飲み物かと言いますと、まずこちら、じゃじゃん、水なんですけども、炭酸水でございます。他何も入ってない単なる炭酸水でございます。ここに前も紹介したことがある30円で売ってますコーラキャンディーでございますね。このコストパフォーマンスが高い、この30円で買えるというコーラキャンディーをこの中に全部入れちゃいます。入れて何日間か置いてから、まさしく炭酸水とコーラキャンディーで間違いなくコーラができるんじゃないかなと思って、それをやってみたいと思います。ちょっと見えにくいので一旦これを剥がします。剥がしちゃいますね。いやん、脱げちゃいました。こんな感じになりました。まあ、コーラキャンディーを全部まず剥がします。剥がして、で絶対こんなそのまま入れたら量的に溢れちゃうので、どんだけかもう取っときます。取っといて、その上でこれをズドンと入れて蓋を閉めとくという形でしようかなと思います。はい、ではですね、コーラキャンディーを全部めくりまして、でこれを最後重ねた状態でズドンと入れようと思います。ちょっとずれちゃうとね、いろんなとこにこうアメちゃんがバラ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 ってなるかもしれないんですけども、うまいこと一直線にこう入るかどうかっていうね。ではその前に、まずちょっとね、私モンシュールちょっと準備をします。準備これだけじゃないし、ちょっと違う準備があるので、ちょっとお待ちください。じゃじゃーん、できました。はい、こちらコーラとメントスではないですが、炭酸に物を入れるということでこれが飛び出すかもしれないので、やっぱりね、こう万全を期して濡れないようにしたいと思います。モンシュールは濡れたくございません。そう、それでやっていこうと思います。でまずね、こちら開けます。あ、やばい、開けるときに倒れそう。あ、プシュッと出る。さあ、じゃあここからちょっとね、入れときます。入れますね。50、いや、あれもね、あまりこれ多すぎても絶対甘くならないもんね。じゃあ100ぐらいにしとこうか。よし、それじゃあ、100取りました。100取って、この中にうまいこと落とし込んでみたいと思います。どうしたらいいかな。こう蓋をするやろ。こうするわな。あ、いい感じ、いい感じ。うわ、怖い。崩れるな。いや、ドキドキする。これブシュってなんのかな。やっぱりメントスじゃないけど、うまいこといけ、いけ、アメちゃんたち、いけ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 。セーフ。ブシューってならなかったね。ブシューってならなかったけど、どういうことや。こんな格好までさせて。炭酸だろ君は。炭酸に物を入れたら激しく出てくるだろう。そう思ってたね、この格好をしたのに。なんでそんなにこう反応が弱いんや。うんとかすんとか言うたらどうなんや。え、なんて聞こえない、なんて。え、勝手に期待したこっちが悪い。ああ、そやな、確かに少しは期待したこっちが悪いかもしれんけど、期待させた君も悪いはずや。絶対に炭酸なんやから、炭酸に物を入れたらブシャーってなってくれやと、激しく。ちょっと入れても飛び出すまで時間あったよ。なのに全然反応なくやな。よし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 って、こんな格好まで。さあ、あれから3日が経
立ちました。コーラキャンディーを入れた炭酸水が完全に、キャンディーが溶けて混ざり合っております。ただコーラの感じがないというか非常に薄い。ただ色は関係なく、言ったら味がコーラに似てたらいいわけですよ。薄くてもね、色が。であとは炭酸の中に入れたので、やっぱり炭酸感が残ってるっていうのも重要なポイントじゃないかなと思うので、これをちょっと開けて飲んでいきたいと思います。でやっぱりちょっとビュビュってなった時に、無理からね蓋をしたので結構パンパンに詰まってるんですよ。ということで、これもしかしたら昔にやったね、デカピタロケットのような感じでピュッてやったらソンって上飛んでいくかなと思って、ちょっとそれもしてみたいと思います。今からだけど怖いな、どうなんやろ、飛ぶかな。ちょっと開けちゃうとプシュって出ちゃうもんね、ほんと限りなく。プシュってやったけど飛ばないけど、開けた瞬間のね匂いね、すごいねコーラ感する、むっちゃコーラ感する。で炭酸がやっぱり残ってる、今開けた瞬間にブチ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 ってなってるから炭酸残ってるよ。これ一回ちょっと混ぜよっか、しっかりと混ぜて混ぜて、いやこれ絶対泡のね残ってるから炭酸あるよ絶対に。さあ移して飲んでみたいと思います。すごい匂いは本当ね、限りなくコーラすごいすごい、近い近い。さあグラスに移しました。おー、泡が立ってる、これは間違いなく炭酸残ってるね。今のところほぼほぼコーラやと思う、色以外匂いで炭酸が残ってる感じもシュワシュワしてる。さあではいただきたいと思います。おお、炭酸も残ってるし、でこの色からしたらめっちゃ薄いんかなって思ったけども、結構近づいてる。風味はねコーラで、いやすごいすごい、さらにもうちょっと減らすと、コーラ感が強くなるかもしれないけども、炭酸もちょっと ちゃんと残ってるし、コーラの風味もする。でこんだけ薄くなってるからコーラの10分の1ぐらいの味になって、うっすーってなるかなっていうコメントを自分で考えてたけども、飲んでみたら案外結構コーラ風味がする。コーラキャンディー、ほんと30円で、売ってますけども、この前はこれね、100cc 減らしてやりましたけども、200ぐらい減らした状態で漬け込んだらまたさらにコーラ感が増すと思うので、これね間違いなくいけると思います。ただ作るのに3日ほど、溶かすのにちょっとかかります。綺麗に溶かすためにはぜひともこれはおすすめなんでやってみてください。なかなかね美味しかったです。ボンシュー。